ドイツ女子同盟は1930年から1945年まで存在したナチスドイツがドイツに住む未成年の少女を統制するために設立した国家組織である。少年によって構成されたヒトラーユーゲントと対応なす。ドイツ少女同盟、ドイツ少女団、ドイツ女子団などとも訳される。ドイツ女子同盟はもともとナチズムを信奉する少年の勇士で、 構成されていたヒトラー・ユーゲントの階組式として発足したものである。この頃はヒトラー・ユーゲントの隊長であったバルドゥール・フォン・シーラッハが監督者を兼任していた。1934年に女性党員のトゥルー・デ・モールが隊長として名乗りを上げると、シーラッハは監督者の地位を降りて少年のみを管轄することになった。ドイツ女子同盟の変貌は ヒトラー政権の成立から3年後の1936年である。同年、ヒトラー有限と法が成立して、すべての未成年男子がヒトラー有限とに編入されると、これに伴ってドイツ女子同盟も強制参加の団体へと変化した。入団の資格は、ドイツ民族の血統に属し、かつドイツの国籍を有する10歳から18歳までの女子である。 外国人は徴収の対象から外され、遺伝性の病気や障害を持つ少女についても、優生思想の検知から入団が見送られた。一方で、未婚の女性であれば18歳を過ぎても、幹部として在留することができた。1937年、モールは結婚のために隊長を辞任、代わって、ユッタ・ルディガーが、1945年の解散まで、隊長を務めることになった。 ドイツ女子同盟の設立の理念は、ドイツの将来を担う、両妻賢母の育成である。ヒトラー・ユーゲントとは異なり、団員に軍人としての教育は施さなかった。しかし、健康な男子は、健康な女子から生まれるというスパルタの古ことわざ技に、基づき、カリキュラムは、家政学ではなくやはり体育の方に重点が置かれた。また、やがて従軍官護婦として活躍できるように、 応急処置の知識なども教え込まれた。このほか式典に備えて、軍歌の練習も行われた。団員は、週末や祝祭日、あるいは放課後に召集されて、共同で一連の訓練を行った。さらに、団体の精神を育むため、長期休暇の際には、泊まりがけの遠足なども模様された。第二次世界大戦の勃発後には、農作業や軍病院の支援、 防空警戒、旧ポーランド領のバルテラント地域におけるドイツ系住民の家事手伝い、戦況が悪化すると空襲の被災者や避難民の援助など、非戦闘分野での労働力として動員されるようになった。BDM の目的は、上記の通り、国家の将来を担う母親を養成することにあった。そのため、頭文字をもじって次のような下品な呼び名がされることもあった。 ありがとうございます。